はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回プレイするのは近日ね発売予定のステラセトラーズというゲームになります。こちらはね、惑星に入植して自分の拠点をね、構築していくといったゲームになりますね。すでにね、日本語化されているということで、今回はね、デモ版やっていこうかなと思います。それでは行きましょう。ニューゲームです。はい、ということで、早速ですけど、利用可能な入植者と書いてありますね。5人まで選べるよということか。パッと見ていきましょうか。オリビエというのがいて、彼女は優秀な企画者かつリーダーと書いてありますね。モジュールの資源生産感覚が 5% 減少する。こういった感じで、それぞれのね、入植者には特徴というかね、メリットがあるみたいですね。トンネルの費用が 20% 安くなる。これ良さそうですよね。あとはこの三角の物質かな、消費が 10% 減少する。そしてこれはおそらく研究ポイントかな。研究ポイントの加速が 10% 増加しますよと。いいんじゃないの？結構皆さんいろいろいいことがあるみたいですけども、10% の確率で有利事件を2回発生させる。どういうことだろう？いいことが2回イベントとして起こるといったことかな。まあとりあえず、我々ね、右の5名でいこうかな。今後ね、プレイしていると入植者っていうのはね、当然増えていくんだと思います。さあ、早速やっていきましょう。これは何？一応右側にミッションがあるということですね。入植者たちが降り立ったと。これは本部ですね。本部は8秒ごとにすべての資源がプラス1になると書いてありますね。このゲームは我々の拠点を拡大しつつ、ここの右側の資源をね、どんどん増やしていこうということみたいですね。一番上から生命維持素材か。そして建築素材。そしてエネルギーがあって、導電素材ですね。あとは住居制ということで、住居者のね、まあ、このユニットが必要だっていうことかな。そして研究クレジット、貯蔵容量ということですね。まず一番最初やるのは、鉱石工場を作ってくださいと。何やら面白そうですね。周辺には鉱石がいっぱいあるのかな。ね。鉱石工場というのはこれか。ここでロボットを作ったりするんでしょうか。さあ、どこに置くかですけど、この本部のね、近くに置きたいけど、隣接させることは無理なのかな。じゃあ、ここ一旦置いておきましょうか。さすれば、このトンネルで接続させるのかな？こういう風にして接続させますと。で、新たな採掘ロボットを生産してくださいか。2機生産してくださいということですね。このマイナーっていうのがおそらく採掘だと思うんで、これを2機生産してみましょうか。ね。そうすると、動いた。あれ、どこ行った？上と下に行きましたということですね。そして新たな輸送ロボット、これを資源ね、ちゃんと取ってきてくださいということで、このホーラーですね、輸送車をね、作りましょうと。これも2機だね。最大4機ずつ作れますよということみたいですけども。そしたらば次のミッションとして、新しいね、貯蔵庫ですね。貯蔵庫あったね、ここですね。これも、この本部を中心に近くにね、置いていきましょうか。本部と連結させるために、ここでいいかな。そして同じく、これでいいと思うんだけど、トンネルでね、設置しておきましょう。くっつけました。さあ、そうするといいね。輸送車がさ、このね、貯蔵庫に向けて貯蔵してくれてると。これで我々の資源がどんどん増えているといったことになるんでしょうか。ちなみにね、こういったね、施設ごとには我々ね、入居者をね、こう当てがうことができるみたい。さあ、誰がいいんだろう。今のところ全員ね、この配属したモジュールの生産量が倍になるということで、やらない手はない気がしますね。この本部にも置けんの？この本部にはさすがに置けないのか。こっちは？これは貯蔵庫が倍になるということかな。ね、今倍になったと思いますね。これで250までね、最大ね、積載することができるといった感じですと。さあ、続いてのミッションで、建設モジュールを連結させるというのがありますけど、どういうことだろう。このトンネルのことを言ってるのかな。例えばこれも必要ってこと？よいしょと。いや、違うね。ここはさすがに連結できない。ここ連結できんの？ここは連結できるけど意味がないですね。そしたら一旦解体して、おそらくモジュールってこっち側ですね。例えばですけど、住居が必要かな。ちょっと住居を置いてみましょうか。このゲームの特徴としてね、上にね、こう積み上げることもできるんですね。本部の上が住居、これいいんじゃないのね。そうしましょう。そしたらば、この垂直トンネルでここを繋げちゃえばいいよということで、これで4になりましたね。どんどんこういう感じで増やしていこうか。あとは温室か。
これで水がプラスなのかな？生命維持がプラスになると書いてあるから、これもこの上にコツッと置いてみましょうか。で、モジュールが必要だから、結構ね、このゲームサクサクできますね。面白い感じがします。そして、引き続き、これは地下を掘るね、鉱石モジュールか。これを設置しなさいってことかな。ちょっと設置してみたいんだけど、どこがいいんだろう。ここら辺にあるといいのかな。うまくこの左とさ、連結できるようにしたいんだけど、ここに置いておきましょう。そしたらば、このね、横長ね、トンネルで連結させていきます。あとはバランス見てみると、と思ったらちょっとアラームがありますね。隕石が近づいてるっていうことで、1分以内にね、隕石が来るみたいだな。大丈夫なのかな？パッと見さ、このエネルギー素材がなさそう。あと研究素材もなさそうですけど、研究所はね、すぐには建てられなさそうですね。まだね、エネルギーいろいろ足りないぞということだ。じゃあ、この太陽エネルギーパネルをやりたいけど、これは多分一番上に置かなければいけないのかな。もうちょっと待ってみましょうか。ね。どんどんもうちょっと積み上げていきたいですよね。これ積み上げていこうか。ね。そうしましょう。そして垂直トンネルでくっつけておく。もう少しいける？シリコン、ラウンジですね。ラウンジあってもいいかもしれない。この上にやっちゃおうか。ね。ラウンジは大切そうですので、ここに、これじゃないか。ね。さあ、そろそろ5秒後に来るって言ってるけど、大丈夫か？ちょっと、引きで見ていきましょうか。うわ、来たっぽい。来たっぽい。うわ、大丈夫か？これ水？あれ？何これ？あ、物質？やった。この物質取りに来た。わー、今取りに行きますね。となるとさ、もうちょっとさ、マイナーとか増やしていきましょうか。ね。いろいろ資源っていうか、これ実際は、導電素材がね、かかりますけども、ここはちょっと、我々のね、物資集めのために、ロボットをね、増やしていきたいなと思います。あとは、我々としては、ラウンジやったよね、住居もう少しやってみる？そうしようか。ね、こうして、よいしょ。基本的に便利だな、これ。くっつけておく。そして最後ですよね。ラウンジはもういいか。音質もう一個いっとこうか。ね。そうしておきましょう。どこにある？この上にやろうか。よいしょと。結構積み上げることができますね。そしたらば、ここによいしょと、こんな感じにしておきましょう。さあ、ミッション完了と書いてありますね。続いて、新たな温室建設してくださいと言っているので、結構簡単かな。いろいろ物質はまだまだいっぱいあるので、と思ったら物質今一気に不足した気がしますね。特にエネルギー素材がなくなってる。エネルギーってこれだよね。下にも確か当たる。これですね。ここを取っていきましょうかと。周辺見てみると、これなんだ。お、これ、なんか取れる気がする。略奪。導電素材を増やすか、学習を増やすかだな。導電素材欲しいけど、今確実に増えてるから、学習にしておきましょうか。こうやって選択ができるのね。一度選択したらね、もう取れないのかな。もっと周辺にないかな。なさそうか。これか。これも？収集として研究ポイント1もしくは学習ポイント。あ、これどういうことだろう。どっちでもいいかな。収集ポイントに今度しておきましょうか。ね。増えてませんけど、大丈夫なんでしょうか。ひょっとしたら、ロボットが行かないといけないのかもしれないですね。とりあえずですけど、新たなね、温室ルームを作りましょうということですので、どん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 積み上げていく。でもこれよく考えたら嫌な感じがしてきてな。多分さ、隕石が落ちてくるっていうことは、あんまり積み上げすぎるとそこは一気にね、ぶっ壊れるっていうことかもしれないね。ちょっとあんまり、一点集中型で積み上げていくのは良くないかもしれないですね。そしたらば、また鉱脈系ですね。モジュールを設置してくださいと言われてますので、これね、一段ちょっと高いんですけど、どこに置こうかな。ちゃんと連結できるところに置きたいので、ここかな？ね。ここに置いときましょう。ちゃんと連結部分を計算して、ここにやって、これをつなげていくのかな。こういう風にしてつなげていきます。もう一個か。結構必要だね。もう一個隣でいいと思うんだけど。ここら辺でいい？すぐ窓なりにする？下にしようか。ね、迷っちゃいますね。ここにしておきましょう。そしたらば、ここはここで連結をさせておきましょう。そして、倉庫が今度必要になりましたよと言ってますね。あとさ、忘れないうちに、あ、間違っちゃった。これ解体だよね。忘れないうちに、これセトラーをね、ちょっとアサインしておきましょうか。ね。本当は必要な場所にね、きっちりアサインすればいいんだろうけど、とりあえず、ね。
とりあえずここら辺に全員振っておきましょう。倍になりますからね。さあ、そしたらば貯蔵関係ですけども、この上にはやれないの。なぜかやれない。この上にもやれない。ここにもやれない。なぜだ。地面にしか置けませんっていう癖がこれあるんですかね。そういうことだよね。地面しか置けないのであるならばですよ、ここら辺に置いておきましょうかね。そうしましょう。一応横見てこうかな。そしてここで連結できるんで、うん、サクサクパズルのようですけども、こうやってやっていきたいなと思います。あとは引き続き貯蔵ですね。上には積めないので横に広げていくパターンか。どんどん広がっていっちゃうけど大丈夫なんでしょうかね。とりあえずここにやっておくか。よいしょと。そしてこれでつなげる。あんまりコストこれかかってないような感じがしますね。もう一個やっておきましょう。ここでいいかね。ここにやりますよ。そしたらトンネルでつなげますよと。はい。新しい入植者です。やりました。さあ、3人のうちから1人選んでくださいと言ってますね。トンネルの費用が 40% 安くなるジーザルですね。これいいかもしれない。41歳かな。あとはこの電気マーク。あ、これエネルギー素材を 15% ね、減少させる。これがいいですね。我々ね、なぜかというとエネルギー素材がね、あまりにも少ないから。うん。そしてラウンジを引き続き作ってくださいと言われました。ラウンジありますね。作っておきましょう。この上にもいけそうな気がする。こういう風にしておこうかな。で、もう一個作れる。あ、作れないや。素材がね、足りないと言ってますね。素材がね、できるまで待ちたいなと思いますけども。よいしょと。はい、一個やりました。一回一回ね、ミッションクリアすると報酬があるんですね。さあ、そしたらばラウンジ、あとどんぐらいで作れるの？今すぐ作れますので、ここにやっておきましょうか。トンネルの接続費用はね、思ったほど高くないですね。そしたらばこういう風にしておきましょう。さあ、続きまして住宅ですけど、今度住宅の素材としてはやっぱりそうか、エネルギー素材が足りていないと。このさ、ホーラーとかのロボットをさ、こっちに集中させることとかできないのかな？できなさそうですね。ただこのね、鉱石も有限だっていうことですね。マックス1000、徐々に減っている。ただね、減り方は非常に緩やかだから、どん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 取っちゃってもまだね、気にならないぞと。さあ、隕石ですけど、明らかにね、ここに落ちると書いてありますね。これがだんだん近づいてきたり、要はランダムだと思うんですけども、我々のこの中心に来た時に、もう一度ね、拠点をね、作り直さなければいけないっていうことが発生しそうですと。ただ、隕石が落ちてきた時にはね、相当のメリットがあるよということですね。さあ、住宅を作っていきましょうか。どんどん作っていきたい。この上にも作っていきたいですね。こうやっておこうかな。一気に二つ作るってパターンですね。そしたらば、ここをつなげて、ここもつなげておけばいいんではないでしょうか。そして、すべてのセトラーズ、はめ込んでくださいねと言われているので、この住宅、あまり住宅にやっても意味ないかな。ちょっと待ってね。住宅じゃなくて、ちゃんと生産しているところ、こういったシリコン工場ですね。ここにやると2倍になるんだと思いますね。さあ、隕石からアイテムは速攻で取ってくれたようですね。うん。こんな感じでどん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 ね、拠点を大きくしていくでしょう。まあ、隕石がね、ぶつかると、このね、拠点はどうなるかっていうのが今後のね、楽しみではあります。ということで、今回はここまでにしたいと思います。今回はね、このゲームの紹介ということで、シリーズ化しない予定ですけども、面白いなと思ったらばですね、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。またね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。So pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, pack in. Pack up here, in. Pack your backpack here, in. Can't get back to coast, hold back there, in. Run away with me, we're on the way to New York City. Take my hand and see, Manhattan never looked so pretty.